英雄星チャンネルの時間です。さて今日はもうこれはバロムワン、はい、懐かしいですね。超人バロムワンです、ね、超人バロムワン、はい、原作者がどなたかを知ってるんですか。いや僕は長井豪さん、まあ惜しくはないですね全然。あもうねこれね知ってる人意外といないんですよ。はい、斉藤隆夫さんなんですよ。斉藤隆夫さんってあのゴルゴさんって、あの方が書いた唯一の変身超人漫画ですね。まあ初耳っていうかびっくりした。全然タッチ違いますからね。そうですね。だってバロムワンって確か小学生のケンタロウ、タケシ、タケシとケンタロウの小学生で、しかもちょっと片方がちょっと太ってて、片方が2枚目で、あ勉強ができてできてて、そうあれがこうバロームクロスって合体してやりますよね。はい、あれです。あのものすごく突っ込みどころが多くて、はい、違和感がまずなんであれでバロームクロスで一つになるのかというのと、歌がブロロロンブロロンとかでわけわからん、そうですね、なんか用語で歌になってる。はい、でもバロームワンはかっこいいんですよ。そうですね。子供に人気あったんですよね。走るとこうトッ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 ととかして、かっこいいんですよ。そうですね。あの僕が大人が見ると一番笑えるのは、友情を数値化してるとこすごいですね。えというと、この時2人の友情はゼロになったとかで変身が解除されたりするんですよ。あのロボコンの0点じゃないけど、そう数値化して言うんだ。友情がゼロってすごいな。えナレーションが入るわけですか。あります。漫画に、はい、あの実写のドラマに、はい、この時2人の友情はゼロになった。面白いですね。面白いですね。友情数値化するっていうのがすごいなと思って。えでこれ若狭さんね、はい、これ紐がついてるんですけど、はい、これ何なんですか、ね、これ何でしょう。引っ張ってみてください。えこれいいですか、引っ張っちゃいますか。はい、引っ張り方が弱かったです。そうなんですね、はい、すみません私の引っ張り方が弱かった。バローム爆弾パンチって言いましたね。早口でよくわからないんですけど、これなんか昔笑い袋とか、なんか声が出るやつ結構あったパターンですか。これね、増田屋さんっていう人が、あの会社が開発したトーキングレカが入ってるんですよ。一回バラしたことありますけど、ちっちゃいレコードが入ってて。こうバラしたんですか。はい、針をついてて、でだからこうなんだろう、なんだっていうか、セリフが変わるんですけど、なるほど、今のセリフかっこよかったからもう一回聞きたいかって、それはもう無理です。なるほど、なるほど。セリフが変わる、何度でも入ってる。5つから7つぐらいですね。素晴らしい。まあ当時ね、珍しいですから、そうそう、今すごい評価高くなってます。また来ましたね。職人ファンも欲しいし、はい、皆さん、お待たせしました。もう行っちゃいますよ。え、また来るんですか。行っちゃいますよ、当然。もう聞きたいのはここズバリ。そうですね、じゃあ私はバロムワンのまあ本当に好きだし、もう恋も出るというところを加味しまして、そうですね18、まあ、すごい適当、適当って意味が違いますよ。適当やなっていう意味じゃなくて、まあそのぐらいです。もうそのぐらいです。まあまあ、はい、まあ、ただ今ちょっと復刻版が出たんでちょっと下がってきてはいますけど、はいはいはい、まあ復刻版で我慢できる人はマニアじゃないですかね。なるほどね、はい、いやもうさっきから私今回もずっとね金額聞いてますけど、はい、普通に3万とか4万とか5万10万までとんでも高いんですけど、はい、価値から言うとやっぱこれぐらいあると。いやだんだん都合されてきましたね。学習能力が高いですね。照れます。ありがとうございます。ニシって勉強家だったんですね。そうです実は、あ時間になりました。じゃあまた。ありがとうございました。